いや、それは無理だと思います、先生。すごいね。わー、かわいい。買いますわ。一期一会だね。行っちゃうか。カット。よし、じゃあ行きますか。レッツゴー。おはようございます。今回のリテラントは、はい、うん、前回好評だったシンガポール編に続き、はい、韓国に行きました。イエーイ、韓国久しぶり。しかもビズミヨコさん、ミヨコミョンドンさんです。もう名前をミョンドンに変えるぐらい本当に韓国に精通された、あの最新のちょっとみんなが知らないような韓国の美容っていうのを私は今回美代子さんにリクエスト出して、あのメニューを組んでもらったので、韓国はもう本当にあの女の欲望を満たしてくれる、もう街綺麗になりたい、食べたい、お酒も飲みたい、買い物もしたい、でやっぱ綺麗になりたいみたいな、なんかそういうのをめちゃくちゃ短時間ギュギュギュってこう叶えてくれる街。今からピラティスに行く、うん、ということなんですけど、なぜ韓国に来てまでピラティスにまず行くんですか？ピラティスやって整えて自分を、まあ、修復というかいい感じに持ってって旅行するとすごい気持ちがいいし、韓国の女優さんとか、まあ、ミュージシャンとかアイドルの子とかも本当 99% の人が週6日か7日がピラティスしてるって言ってたよね、美代子さん。あのなんか二の腕の細さとかだけど動ける体みたいなのってやっぱピラティスで作られてるから、ね、そういうのも多分日本の方あんま知らないと思うので、それも紹介したいなと思いつつ、自分もちょっとまず旅行する前に整えたいなと思ってました。안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 선생님도 너무 귀여워요. 감사합니다. 저희가 일본에서 이렇게 여행을 오시면은 저희 필라테스를 예약하시고 이제 한국 오자마자 필라테스를 하시고 여행을 시작하시는 분들 되게 많으세요. 자, 일본の人も 예약できるんだ. ここなんかあれですよね。いろんな女優さんとか俳優さんとかアイドルの人とか来てるんですよね。네맞아요지금너무예쁘신데더예뻐지실수있도록저희여기센터에오시는아이돌분들이나아니면배우들이운동하시는그프로그램으로그대로오늘한번같이운동해보실수있도록제가도와드릴게요에ここって何時から何時までやってるんですか영업시간이저희가아침9시부터밤10시까지고요やっぱそこがね韓国のすごいとこ。なんかもう夜までやってるジムってあんまないんですよ、ピラティスとかって。だからみんなこう通うよね、女優さんとかもみんな。日本에서길게영업시간働き者だよ。あー、そう。あー、あー、あー、そう言われてもねみたいなねそりゃそうですよね本来ある位置に戻したくて、体のその骨とか자세교정、あとはお腹をバキバキに締めてお尻を8センチぐらい上げたいです。복근과그리고엉덩이랑8센치정도올리고8센치사실이この辺にしたいです。先生何あの人、여기엉덩이알겠습니다. 아, 아, 소위 말할 때 뭐 네. 자, 이제 머리부터 롤다운해서 내려가 볼게요. 쭉 내려가 보세요. 자, 손끝 뻗어 보시면 자, 일어나세요. 지금 손끝이 10, 바닥에서 15cm 가 떨어져 있어요. 이야, 그건 불가능하다고 생각해요, 선생님.今まで人生で一回もついたことないもん。はしすいちゃ。だからストロングスタイルだよね、やっぱり韓国って。痛い。ね。
이거는다리근력운동도있지만심박수올리는목적도있어요심박수 빨리빨리하셔야돼요ちょっと有酸素的な맞아요유산소유산소어유산소맞아요유산소一緒なんだ같은단어유산소유산소아근육도잘쓰이고다리부종도훨씬덜해요뼈에머리제일마지막에저키위로쭉그쵸이렇게떨려야돼요떨려야돼떨려야돼가슴대로 Thank you 그렇죠너무유연해요아시마게테마스선생님나이쇼데여기늘어난느낌드시죠이눈으로오른쪽천장을보세요더천장을봐주세요턱을약간든다생각하면돼그렇죠그렇죠에이れをみんなやってるんですね獣医さんたちは오케이천천히돌아옵니다오아でもなんか顔こっち上がった感じするね ねえ올라가신것같아すごいね이제마지막만세해서손을이렇게겹치고팔로머팔에기대보세요그렇죠절믿어야됩니다はい先生疑ってるわけじゃないですよさっきからそれちょいちょい言いますけど팔딱기대고그냥기대해야돼아직날안믿는것같으신데 信じてますよ先生のことはそんな会ったばっかりだし숨크게마셔요疑ってはないですよ先生어이제날믿는것같아骨折れる骨折れる先生信じきれてない部分出てくるんですよ急にバーンってくるから骨のことじゃあストレッチ하나만攻めだから先生이렇게앉아요はい展開も早いし次にねねいいんですよ先生のペースでたらしゃすみだありがとうございました先生もう超すっきり顔がすごい上がった이쁘신분이운동도잘하신다고예本当ですかありがとう先生先生もね思ったよりストロングスタイルでそれが良かったですやっぱねストロングあ아직덜ストロング이거いややっぱりすごいすごいでも本当についたことなかったのピラティスやったってうわ初めてマジですごい ここ、うん、多分メグ大好きだと思ったのは、うん、オーガニック無添加しかも鑑定食なんだけれども体のことをすごい考えたインナーケアができるお食事ができる今日ねどうしてもメグに食べてほしかったのがもうここのメインっていうぐらい のビビンバおお大好きあのねポジャギビビンバってあってコジャギポジャポジャギポジャギポジャギって日本語で言うと風呂敷みたいな、へえ韓国の人がプレゼントする時ってこう風呂敷にこう可愛く包んでプレゼントするのねへえそれが今日ここ卵がそのポジャギで出てきて卵を開けるとこういっぱいその何お野菜がナムルとかあってめちゃめちゃ美味しいからでここねミシュランとかへえ18年から、だからね多分絶対好きだと思う。めっちゃ美味しそう。で、요걸로두개주세요。ポジャギビビンバ4개。4개。8人 OK ね。OK。楽しみです。運動した後はね、ちゃんとやっぱいいもん食べない。運動した後っていいもん食べたくなるよね。きつそうだったね、メグの。めちゃきつかったよピラティス。あれきつかったよね。きつかったけどすっごいすっきり。本当。めちゃめちゃすっきりしてる。もう本当に流れたみたいな。朝やるのいいかもね。なんか最後のさなんかほら女優ポーズ。うんこれね。韓国の女優さんたちがやるポーズ。顎の下に、ね、顎の下に目があると思ってその目で天井を見るっていう絶対日本ではない表現の仕方。朝からずっと今日美容旅だよ。嬉しい。この後もだよだって。嬉しい。すごくね、韓国はそれができますから2時間半でいや本当だよねそれですよいや本当そう思うでもこんなのね最高だよえ何ですかまたこれうわ美味しそうなサラダじゃんえすごい美味しそうトウモロコシのドレッシングがかかってるいただきますいただきますいただきますありがとうへえいただきますコーンのトウモロコシのいただきます。うん。
甘い。美味しい。サラダ食べれるのよかったよかった。なんか喜んでるって感じ。体が。美味しい。わあ可愛い。すごい。これがビビンバなの？可愛い。あのこれは自分でやらないでください。今やりに来ました。あ、そうなんだ、はい、へえ。ありがとう。カットしてくれるんだ。위에있는건식용꽃이랑루꼴라라서둘다드셔도돼요。루꼴라현미밥이랑백미밥이랑잘섞어드셔도되세요。와기레아すごい綺麗。で玄米も入ってて、コチュジャンないバージョンで一回食べてみようかな。いただきます。コチュジャン、すんごい優しい味だね。もうこれ卵もぐちゃぐちゃにしていいんですよね、はい、なんか緊張しちゃうねこれ。なんかで、あ、じゃあナイフとかで、ね、コチュジャンやった、大好き大好き。コチュジャンとごま油をたっぷり、あとカンジャン、醤油も、これお醤油で、もし醤油をかけたければお醤油も。味付けするのね。うん。コチュジャンラブ。で今度これが8種類の漢方が入ったユッケジャン。漢方？うん。8種類の漢方。やば。ユッケジャンスープよ。ちょっとねなんか微妙、うん。漢方が入ったさユッケジャンなんてさ。あ、美味しい。美味しいよね。優しい。本当に美味しいの。え、すごい。なんでも味が濃くないっていう、ね、そう、なんか油もほとんどなんか感じないと言いますか。ですよね、優しい。大丈夫です。おこわ美味しい。美味しいでしょ。おこ優しい。ハロー、こんにちは。ここはあの私が東京でなんかたまたま雑誌を見てすごい素敵だなと思ってた器屋さんで、これかわいい、フラワーベース。あ、これは何？おこわ立て、もしかしてちょっとどんごらんかなと思うかや。かわいい、これ。すっごい素敵。じゃあ、これ買うわ。買いますわ。これもおこわ立て、いいこと。いいセンス。かわいい、これも同じ方が作ったらしいです。あ、すりガラスと、すごいかわいい。そう、器もね、もう10年近くハマってて、すごい綺麗な器って、なんていうのかな、めちゃくちゃ簡単なものでもすごい美味しく見えるんですよ。で、それでテンション上がって、またじゃあなんか、こう、ちょっと作れるものに作ろうかなっていう、なんか気持ちにちょっとずつなってって、でそれがね、やっぱりこう、真の美容っていうか、あの奥からやっぱインナーケアっていうのは食がすごい大事だから、結構みんなねファッションとか好きな子でも器そんなまだって言うけど大事なんですよ。これって何するものなんですか？一輪挿し、かわいい。あ、これちょっと買おうかな。このお店すごいいい香りするじゃないですか。これはなんで？これも買ってみようかな。三条、三条好きだった。 Thank you。 私ちょっとねこのフラワーベースもねすごい可愛いと思うんだよね。これ重いけど気合入れて持って帰ろうかな。割れないようにね。割れないようにだよねこれ。じゃあこれお願いします。あ、可愛い、パッケージ超可愛い。おしゃれだね。おしゃれ。おさむりだーす。やったー、いっぱい買った、嬉しい。やったやった。
うわこれかわいいよ。Life is a collaboration。かわいい。何これめちゃくちゃかわいいんだけど。これ持って帰らないね。でも Life is a collaboration ってマジそうじゃない。日々との出会いでね、人との出会いでそっから生まれるからさ。ちっちゃい方だったらいけるかな。Life is 自分で何ってこう考えろと。でもこれもいいね。これも可愛いね。めちゃめちゃ可愛い。これ買おうかな。すごい可愛い。なんかお甲立ての珍しい。すりガラスもない。あ薄い。これもすごい。アグカップ可愛いな。いやこれいいわ。やっぱこれ買おうかな。本当はこっちが欲しいけど。そう私コラボレーションっていうサイトもやってるし、コラボレートってそう人生は人との出会いでコラボレートで盛り上がっていくっていう。これ気合で行こうか。行っちゃう。行けなくはない。行けなくないって言い始めると全部行けなくなくなるからね。まあでもね、一期一会だね。行っちゃうか。行っちゃいましょうか。重い。あ、かわいい。アクセサリーもかわいい。ピアス。かわいい、かわいい。もうあかん。Life is collaborateのことがもう頭から離れられへんわ、これ見てても。顔から出てますね。もう顔から Life is collaborationしかもう。欲しくなんね。そっか。さっきですね、合間に20分時間あるんで、もう美穂子さんがいいって言ったものを私たちがひたすら買うみたいなですね、ギューって詰まったショッピングしたんですね。でそこで買ったものをちょっとせっかくなんで紹介したいと思います。これがさ、ずっと言ってるじゃない。これ私さ、本当にファンビキンティ、なんだっけな、ペットボトルにも入れちゃっての持ち歩いてるぐらい、あのカボチャティーなの。カボチャ要はむくみ取りなのよ。むくみ取りティーなんだ。むくみ取りティー、辛いスープとかすごい飲むじゃないね。そうだね、塩分確かに強そうだね。そうすっごい美味しいものではないけど、まあ、まずくもないから飲んでみて。なるほどね、かわいい、でももうむくみ取りっていうのは女子もね、日本人もものすごくテーマですからね。むくみ取りっていうワードだけでいいじゃん。かわいい。お土産にいいねこれね。これをすごい言ってたじゃん。もう絶叫してたじゃん店で。ねえねえ、だってこれ私本当に助かってるわけよ毎日よ。これ何だったっけ。ね、炭水化物をカットしてくれるめちゃめちゃ美味しいゼリーなの。ゼリー、炭水化物をちょっと取りすぎちゃったなとかいう時はこれが全部こう包んでくれて出してくれるんだって。カットって書いてあるね。本当だ、カットって書いてるね。ちょっと炭水カットって書いてる。カットって書いてる。めっちゃ書いてた。もうカットあ、これ何だった。これは私が東京からもう絶望していた。そうだそうだ、なん、ローズのこれはアイテム名としては何、あのフェミニンケアで、フェムケアで、まあ、下着もしくは、ライナーナプキンの上に一滴垂らすローズオイルっていうやつで、まあ、もちろんその女性ホルモンとか、まあ、そういう、こう揺らぎみたいなものの、まあ、整えと抗菌とかもローズはね、抗菌が、ローズは抗菌とか、あとやっぱ女性ホルモンに一番深く関わってるのが、女性ホルモン、ローズオイルだから、そう、まあ、膣がとてもこう、喜ぶのがローズだから、私それを昔韓国に来た時に買って、やっぱ自分がローズの香りがするトイレとか行った時に上がる、すごい上がるんだよね、でめちゃくちゃそのなんていうの、まあ、抗菌ちゃんとこう清潔に保たれてるっていうのも嬉しいしっていうので、もう来たら絶対買おうって、今回買えるかなって美代子さんに LINE してたぐらい、
絶望していたものなんだけど、でもいろんな種類が増えてたね昔より。そう、前はね本当クリニックでしか買えなかったんだけど、うんうん、今はそれこそ本当にオリーブヤングとかいっぱい出てきてて、いろんな香りもなんかいろんなのが出てきてる、ジャスミンとか。よかったね、買えて。ローズ嬉しかった。日本からローズローズローズよ、ずっと言ってたの。女はローズよ、女はバラよって言ってた、ね、女はバラよ。よろしくお願いします。相当不規則なので、うん、波が激しいんですね。だからそれにも耐え得る体作りをしていかないと、まあ、仕事的に結構厳しいかなっていうところがあって、まあ、当然誰でもこのスケジュールだったら疲れるよなっていう日々なんですけれども、まあ、それでも耐え得るスーパー女になりたいんですよ。그리고지금한번체크한것도있지만지금보니까소화를잘못시키시네요네음식드시면다른사람처럼소화를원활하게못시키는데있는데보통이제몇시간정도주무시는지궁금해요5시간から7시간。그수면시간은여러가지로사실중요하거든요이거는몸을이렇게충전해서이렇게회복해주는시간이기때문에이제수면은사실우리그낮에우리가뭔가막활동을하면서우리가피부가됐든우리몸에약간이제손상이조금와요그과정을통해서활동을하다가약간의이제그런손상된것들이밤에잘때회복이되는거예요그래서이제수면이렇게불규칙하시는분들연예인분들은우리가수면할때조건이뭐냐면깜깜하고조용히주무시는거예요그래서이제이렇게눈안대를하거나이제약간귀소리를좀차단할수있도록소음차단이어폰같은게있잖아요그러니까그런거와안대를하고딱주무시는건수면의질을높이는데굉장히좋아요이제한약으로해드릴수있는그러니까몸에이렇게밸런스를잡거나하는것들은이제한약을치료하면그러니까전체적으로몸이이렇게약간문제가있던것들이정상으로돌아올거거든요그한한半年ぐらいがもうとにかく人生でもマックス忙しくてでその後になんか人間ってすごい悪くなるからその時に飲むのはどうですかね良さそうですよね예지금약을좀조절하시면훨씬약을쉬실때몸이그렇게급격히나빠지지않아요그리고지금이제막긴장하고막이렇게바쁘게지내시잖아요그런데우리몸의그밸런스가어떤식으로가냐면마치전쟁터에나가는거랑똑같은상황이에요그러면이제그전쟁터에나가게되면우리몸의밸런스가어떻게되냐면소화가잘안되고잠도잘못자고이렇게전쟁치르는데집중하게끔몸이변해요そうですね그래서이게긴장을계속24시간하실때이제뭘하시느냐면밥먹을때와잠잘때만큼은릴렉스를하셔야돼요確かにね、ありがとうございます。パランハニレピンクピクルン미소내나에게준초콜릿 I'm feeling so good 눈에보이는모든게예뻐こちらのバームメイク落としのバームなんですけども、まあ、普段お家で使うときはもちろん普通にね使ったりとか、まあ、あとスチーム当ててこうくるくるマッサージするのもとてもおすすめなんですけど顔にこうつけてですねでなんとそのままサウナに入るっていうのがすごいおすすめなんですねで私の個人的なこれは感想なんですけれどもこうやってこのバームをつけてサウナに入ってこう汗をかくわけじゃないですかそうするとこうくすみみたいなものとかですねそういったものも取れるし中で深く取れた感みたいなのもあるのでとてもおすすめでございますじゃあ早速サウナに入っていきたいと思いますなんかね、前決めてたんですけど決めるとそれが目的になるから自分の状態よりもそれをこなすぞっていうまた頑張りになっちゃうから私が、ねまあ、読んだ本とかでその外気浴でぼーっとしてる時間に一番若返りホルモンが、まあ、出るっていうのを、まあ、読んだので、まあ、そこをすごい大事にしていて
本当1回目辛いんだよね。なんか、あ、いや今日めっちゃ辛いわと思うんですけど、その辛さがだんだんこう楽になっていって、で汗の質も1回目は結構ドロッとした汗なんだけども、多分毛穴の汚れとかが出てるであろう汗 で2回目からはなんかサラッとした汗が出て、なおかつこう肌も汗をかいてるんだけど内側からこうふっくらするような張り感みたいなものも出てくるし、まあ、明らかにそのサウナ行った後っていうのは肌のトーンが変わったりもするし、シャキーンみたいな、すっきり取れたって。なので一応その3セットっていう感じで決めてるけど、いや今日もう1回行けるかなとか、今日は2回にしとこうかなっていう、なんかそこはね仕事じゃないから、まあ、結構ゆるく決めるようにはしてます。最近はめちゃめちゃ行きますね。週に2回行く時もありますけど、基本的には週1回ぐらいは行くようにしてます。 何っていうことではないんだけど、何かが溜まっている時とか、まあ、あとはその肌がちょっとくすんできたなみたいな、まあ、そういう時もあるし、あとちょっとなんか体調があんまりこうすっきりしてないというか、何かしらのその自分の中でのいろんな部分の不調みたいなものを感じた、不調までいかない部分もそうですけど、何かが溜まってるような時とかに行く感じがありますね。人間関係もそうだし、 SNS でもう多分自分のキャパ以上の人の情報を得てたりとかするし、その上で、まあ、家事のことがあったりお仕事のことがあったりとか、いろんな悩みがあったりとかすると、頭がずっと動いてるんだと思うんですよね。でそれをきちんとこうパチッと、まあ、オフる作業っていうのはすごい必要だと思ってて、プラス体を緩ます、体を緩ますことがやっぱほとんどできてないと思うんですよね。緩ましてる風だけどなんか考えて、で考えたまま寝るとやっぱその思考って動いてる感覚がなんかすごくあって、だからちゃんとこう体もパチッとオフるっていうことと、頭の中のこともこうオフるっていう意味ではサウナがすごく手っ取り早いなと思ってるんですね。暑いって思うだけってそれ以外のことって考えられないし、また汗をどん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 変えていくと、本当にこの辺のなんか力がどん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 抜けていく感じがあって、まあ私はすっごいもういろんなことやりたがるタイプの人だから、常にこう思考してて、それっていうのはいいことだけど楽しいんだけど、たまにやっぱりこう止まってこう緩ませないと、きっとこの楽しい時間っていうのは永遠には続かないのかなっていう、まあその自己管理の思いみたいなものがあって、ちゃんとこう止まって緩まして走る、止まって緩まして走るっていうこのペースが今の自分にはすごい合ってる気がして、なんかサウナはそういう意味では手っ取り早く自分を緩ませる感覚があってよく行ってますね。意外と体が乾燥する時間だなと思いませんか？私はなんかいいんだけど、なんか肌がどんどんこうパキパキになってるのがものすごく気になっていて、なおかつちゃんとこうあのバームを塗って、せっかくこう汚れを取っていい畑の状態にしたのにもかかわらず、なんかそのまま乾燥して何も植えないのもったいないなと思って、試しにですね、あのこのアドバンスナイトリペアを使ってみたんですよ、外気浴の時に。そしたらやっぱりこう土壌が整ってる分、すごいなんかこうグイグイ入っていく感じというか、すごくこうふっくらする感じがあって、その経験からサウナに行く時はもう必ずですね、ナイトリペア持ってって外気浴中にはこうやって塗って、で今日あの漢方のねクリニックの先生のところにも行きましたけど、やっぱすごいこういい睡眠が取れるような自分の、まあ、脳マインド、そして体作りをするような時間になっていると思うんですね。でまあ、あの先生もおっしゃってましたけど、やっぱ睡眠っていうのは私たちの体にとってすごくこう体を休ませるっていうこと以外にも、やっぱりこう修復リペアしていくっていうふうにも、まあ、分かってはいたけど、こう改めてあやっぱそうなんだなっていう、こう寝不足の次の日って何かをこう残したまま私たちはこうなんかいる感じっていうのは、あやっぱ修復しきれてないんだなっていうのをすごくこう自分の経験と先生の意見が一致したみたいなところがあって、やっぱそれは当然その自分の例えばモヤモヤした気持ちもそうだし、単純に
疲れとかもそうだし、まあ、あとはそのお肌っていうところもまあそうだったりするので、まあ、せっかくこうサウナに来て自分を休ませるのに絶好の状態に作っている、そして絶好の肌、こう修復する肌を促せるような状態に作っているという状態なので、まあ、その時にまあこの一番今の私の要は土壌の状態がいい時にこうナイトペプチドが入った、アドバンスナイトリペアみたいなですね、すごい素敵な、まあ、種となるですね美容液をこう塗って寝る、せっかくサウナ行くんだったらもちろんあ気持ちいいとかでもいいんですけども、睡眠の質、まあ、睡眠に中で行われているなんかその回復力っていうのを、まあ、促すようなものを一つプラスアルファするのもいいんじゃないかなと思います。お肌にはナイトリペアが私はすごく最近はハマっています。でこのルーティンをだいたい3セット、基本的にはやっていますので、じゃあ2回戦目行ってきます。Okay. Arrivederci.